こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて本日は渋沢栄一の娘渋沢歌子のお話でございます。青天を衝け本編では渋沢歌って登場しておりますが、果たしてねどんな人物だったんでございましょうか。ってことで本日の本題でございます。渋沢歌子は渋沢栄一の長女として文久3年8月24日に武蔵の国血洗島で誕生いたしました。そして明治15年留学先のドイツから帰国して間もない法学者である穂積信繁と結婚いたします。ちなみに穂積信繁でございますが、婿養子として養子縁組をしていた入江家の援助により1876年からイギリス、ドイツに留学をしておりましたが、入江家と縁を切って渋沢歌子と結婚したわけでございます。歌子は信繁との間に長男の重藤を含む三男三女を設けることになります。さて信繁と歌子夫婦には共通の趣味がありました。それは芝居鑑賞でございます。歌子の長男であります重藤は、私のうちの観劇は今日は暇だから一つ芝居でも見に行こうかというような気まぐれの思いつきではなくて計画的であった。10日も2週間も前から日を決めて座席を予約し、一度指折り数えて当日を待つ。ただ待つのではなく準備をする。劇場側でもするように見物側でも本読みをするのだ。母が朗読の名人だったので、初めのうちは母が読み、後には私が読み役を務めた。そして両親がこもごもその芝居の言われ因縁、役の性根しどころ、團十郎の方はどう、菊五郎はこうする、ここが見どころ、そこが聞きどころとレクチャーをする。要するにやはり商売柄で穂積家の感激は学級的だったのだというふうに言っております。もうね、準備万端っていうか、しっかり予習して感激に行っていたっていうことなんでございますね。歌子自身は母から芸の手ほどきを受けるほど、もともと芝居や芸事が嫌いな方ではなかったわけでございます。さらに帝国劇場が発足する際に顧問としてね、名を連ねるほど芝居が好きな夫の信繁、この二人はもちろん意気投合していたわけでございましょう。まあ、現代風に言うとですね、スターウォーズのエピソード9を見に行く前日までに、そこまでのスターウォーズエピソード1からエピソード8までをね、全部家族で見て、いろんな話をして、前情報きちんと入れた状態で映画館に見に行くみたいなね、感じでございましょう。もう家族全員ね、芝居が好きになってしまいそうな家庭でございます。ちなみに歌子でございますが、日記で取り上げられた明治23年から39年の12年間で観劇は150回、このうち歌子が劇場に足を運んだのは112回に、ね、及ぶそうでございます。平均すると年9回ね、芝居を見ている計算になるわけでございます。